はい、どうもセリカです。これ欲しいこれが欲しいということで、めちゃくちゃ久しぶりに青パス購入をしました。最初の頃は何回か買ったんですけど、しばらくまあ買ってはいなくて、もう受け取りながら行こうと思います。実はね、出会ったんです、このスキンに。ランダムマッチかな、やってる時に出会って、まあこれもいらない、雲もあんまりあれですけど、もらっときます。ランダムマッチでですね、これに出会ったんですよ。メカタッツ、これこの感じだとよくわかんないんですけど、タツノオトシゴなんですよね、メカバージョンで。これのスキンチェンジ後のスキンに出会ってしまって、もう思わずその場で、あ、クモがスキンチェンジした、ありがとうございます、かっこいいと思って、初めてですかね、スキン見てやば、これ欲しいと思ってなんだ、 Z ピースワードもいただきまして、ちょっとね、本当に久しぶりにかっこいいなと思ってしまったので、思わず青パスを購入いたしまして、スパイダもいただいていきます。で、今回ワードがダブルピースと領域展開、なるほど、流行ってますねということで、これも受け取り、メカタッツ2体目、これがね、スキンチェンジするとすごくかっこいい色になってたはずなんです。ウイルスはちょっといきますよ、3体目いただきます。スキンチェンジ解放、本当に縦から見るとよくわかんないですねこれねはい、じゃあカラーチェンジしたものを使って遊んでいきたいと思います。あった、これだ、これですよ。色もね、ちょっと綺麗でしょ、というか私が好きなこう紫というような感じで、なんだこのワードあんまり聞かないけど、プシュープシューもいただきまして、はい、設定しました。こんな感じ、あ、ピヨピヨするのねピヨピヨしてる。で、このワードをもうちょっとあのスクロール機能とか検索機能とかもぜひお願いしますというふうに一応お願いはしてるので、いつかなんとか使いやすくなることを祈りつつやっていきたいと思います。で、今日の報酬がウイルスだったので、ちょっと青逃げ5の方をやっていきたいと思います。これよく見えないけど、これめちゃくちゃかっこよくない、これ。あ、ちょっとちゃんとやりますちゃんとやらないとね。羽はね、多分パタパタはしないんですけど、これね、見ててかっこいいと思って、思わずですよ。かっこいい、久しぶりになんかかっこいいと思ってしまった。横姿ね。で、なかなか優秀ですね、皆さん早い。よし、おじさんがね、なかなかね、ずーっとおじさん連れてるんですけど、青の塔までレベル3に間に合うかどうか、危なすぎますね。早い、もう5個、これはフワッティが来る前になんかいけちゃいそう。あと1個、このボタンの近くにいないでほしいですね、鬼がね。いや、なんかよく見ると青鬼と一緒の色だなめちゃくちゃかっこいいと思って、この青、青鬼と一緒じゃん、なんだいや、でもメカタッツめちゃ、おー、2体目あそこに出る、待ってよ、鬼が離れてる間にやっとかないとね。これはだいぶ優秀でございます。いや、みんなすごいよ。そうですね、青の塔も始まっちゃいますからね。早い、ふわって出る前だ、すごい。なかなかえぐいスキンばっかですけど行こう行こう、ゴールゴールゴール、青逃げ5、おー、いけた、かっこいい、みんないけましたね。ふわって出る前が一番いい。 OK、 青逃げ5達成した。ジェムもね、貯めていかないと。動画視聴は来なかった、はい、ありがとうございます。はい、じゃあランダムマッチもやっていきます。いいですね、まだここのステージが残ってる。これも青の塔の直前までなんで、この雪の降るハムちゃんのステージですね、22日までっていうことなんで、あとちょっと。宝箱めちゃくちゃありますからね、ここだいぶありがたいステージ。なんかやっぱ横の方がかっこいいな、立ってみると若干さ細いのよ、横向けとこ。いやー、何にも動かないけどね、こうパタパタもくねくねもしてほしかったけど。はい、じゃあ次のまたね、青パスのスキンも楽しみに待ちつつ、青の塔がね、やっぱり来ちゃうので備えようがないんですけど、あれはまた初見で何も見ずチャレンジしていきたいと思います。多分慌てふためいて死にまくると思うんですけど。で、早い人も早いですよね、本当に。もうさっさとクリアして、もう隠しまでも行っちゃう人多分たくさんだと思うんですけど、撮影をしながらゆっくり
やりたいと思います。よし、あと50人か。全然取れてない宝箱が。で、降臨系もね、来ると思うんですよ。100個の再降臨とかまだ全然来てないのとあるのでね、青の塔と被ってくるのかなっていう気もしてますし、多分新シーズンが来るとしたらもうバレンタインちょっと早いかな。多分そういうチョコレート関係のイベントとかも来ると思うので、その間に来るかな。降臨が4連発ぐらい来るのかもしれない、もしかしたらっていう感じです。おお、30回かな、35回までいきなり来るかな。でも結構時間空いたんでドカンって来る可能性もありますよね。それはやばい、非常にやばい。取れない。え、ここでいいのかな。おお、ガスマスク温存でいきます。下かな、わかんないな。ちょっと待ってちょっと待ってよ、お恥ずかしいとこで死んだ。やばいね。こっちで合ってます？こっちか、やっぱり。全然こっちだった。はい、全然読みができておりませんでした。はい、それで、青の塔ですよね。気になるのは、多分30回もしくは35回っていう風で階層が増えるっていうのがもう出来上がってると思うんですけど、結構ね、まばらに来てるので、順番っていう風ではなさそうですよね。この人もいましたし、ただコラボステージっていうのが今まで青の塔では来てないので、ヒカキンさんの塔は単独で来てた感じなのでね、恐竜王にも来てましたし、デスメタ系こっち系まだ来てないですよね。あと筋肉系とか、あと星の感じのね、星座のやつも来てなかったですし、いやーわかんないな。レインボーティーありましたもんね。でこれで終わりで、次はね、多分風の神、風神っていう風な予想が結構多く寄せられてまして、私もそんな気はしてるんですけど、まあ雨の神か風か全く全然違うのか、ちょっと予想が難しいですね。だけども多分この辺の鬼が、もうこの辺も来ちゃうかもしれない。宝石のあの綺麗な感じですね、っていう感じで楽しみに待ちたいと思います。で降臨も多分来るので、チャレンジもドカッと来るかもしれないんですが、ちょっとまた多分バレンタインまではそんな感じで引っ張ってくれるんじゃないかと思うので、それで頑張りたいと思います。やばいよねカッパ沼ステージとかもあるかもしれない、やばそう。はい、ということで楽しみに待ちたいと思います。はい、ジェム400個なので4連ですね。虹の卵を引きたいと思います。まだねそんなに引けてないんですが、ゆうくんユニボーはまだ出ておりません。むしろ星1以外があんまり出ない、まあ確率的にはそうなんでしょうけど、2回目、プララー、マジで星1以外出ないんですけど、はー、もう100期ラスト1回お願いします。ダメだ一気にやる気がなくなる。もうジェムまた GO とかだしね。はい、また貯めたいと思います。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よかったらまた見てください。それではまた、バイバーイ。